はい、どうも、孝太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、セカンドチャンネルね、やっていきたいと思います。今回はですね、またいつものように告知、何回も告知しましょう。何回も告知するのが大事でしたんでね、まあまあ、手短に3月17日、アドちゃんと、安西さんとでポップアップイベントをしますんでね、またよかったら、来ていただけたらなって思います。はい、六甲山の大谷ジャイアンですね、詳しくは概要欄見ていただけたらなって思います。今回はなんですけどもね、そのポップアップイベントにするにあたって、手ぬぐいがね、2024年版の、手ぬぐいが完成しましたってところね、完成しましたってまだ完成してないな、まだ届いてないんで、それまでには、事務所に届くようになってますんで、ね、それを持ってポップアップイベントに行こうかと思いますんでね、お願いいたします。 LTM の手ぬぐいですね。下山後、何食べようかな手ぬぐいみたいな感じですね。もうこんな感じですね、網だくじになってましてね、まあこうやって、やっていてラーメンとかね餃子とかいろいろあるんですけどね、それで焼肉とかいろいろあるんですけど、それでね、下山後何食べようかってみんなでね迷ってる時とかね、一人でやる時とかね、ぜひこの阿弥陀を使っていただけたらなっていう手ぬぐいですね。でね、まあ阿弥陀模様がねちょうど、模様になってますんで、首に巻いた時にね、なんか自然と柄っぽくなるっていうかね、特にあの無地の T シャツとかね、無地のベースレイヤーとかにはバッチリ合うんじゃないかなっていうところでね、また、考えて作りましたってところね。ね、これ一回やったら終わりちゃうかっていうのかもしれないですけども、誰かにね、やってもらうとかですね。この、生地と生地に折り目をつけたらね、またね、内容が変わってきますんでですね。またそういうところでね、いろいろ遊び心のある手ぬぐいなんでね。これがですね、3月17日の、イベント、日曜日にね、これ先行販売しますんで、そこに来ていただいた方が最初買えるっていう形でね、しますんでね。またぜひともね、3月17日イベント、概要欄チェックしていただけたらなって思います。でですね、そうですね、そんな感じかな、チェックしていただけたらなって思うのと、3月17日チェックしていただけたらなって思うのとですね、で、まあ、その後ね、また、孝太郎山荘、2号店でですね、販売いたしますんで、またぜひ楽しみにしていただけたらなって思います。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。